列車電話とは旅客列車に設置されている公衆電話を指す。阪急6300系西部レッドアロー地上と車上の通信には現在は新幹線で使用されている漏洩同軸ケーブルからの漏洩電波を介して通信を行う LCX 方式のみ用いられている。かつては一般列車で使用されていた。 400MHz 帯の UHF 無線通信を用いて交換手を介する空間波無線方式または 800MHz 帯の移動体電波を用いて基地局交換装置を介する空間波無線方式なども存在した日本初の列車電話は1957年10月1日に近畿日本鉄道が特急用車両に設置したものである上本町駅 伊勢中川駅間に通信設備を整備し、大阪市内、名古屋市内との通話が実現した。当時の利用状況は1列車平均6度。その後1万系や1万1 0 0系にも取り付けられたが、1万4 0 0系からは取り付けを行っていない。その後1975年3月に、社内電話のサービスを一旦廃止したが、1988年に、 落成した2万1000系に、車内電話を設置して、サービスを再開した。なお2万1000系以降の列車電話では、列車から、日本国内全域に通話することが可能となった。しかし、これも2012年3月31日の、ムーバーサービス終了に伴い、終了までに再度車内電話のサービスを廃止した。日本国有鉄道では、1960年8月に、 東海道本線の151系電車を使用した特急、小玉、つばめで採用されたグレーの電話機が始まりである。この時は電電公社が400メガヘルツ帯の UHF 無線通信を用いて東海道沿線14カ所に基地局を設置し、それを介して一般回線へつないだ。100円効果専用であり、また電話機にはダイヤルはなく、 口頭で交換手に電話番号を直接伝えた上で相手先につないでもらう方式であった。列車から電話をかけるほか、固定電話から交換手を通じて列車へ電話をかけることも可能であった。ただ無線を使用していたので山間部やトンネルなど電波状況の悪い区間が存在したほか、電話をかけられる地域は沿線である東京県、名古屋県。 大阪県限定であった。当時の利用状況は1列車平均12度。東海道本線のものは1964年10月、小玉と共に廃止された。1965年6月、前年に開業したばかりの東海道新幹線にも、151K と同じ、100円高架専用で、ダイヤルのないものが設置された。151K と同様に、当初は、 東海道新幹線沿線の地域へのみ発信可能であった。20系新大客車などにも設置が検討されたものの、当時は、後の時代のように無線通信技術が発達しておらず、交換手と基地局の拡充を要したため断念された。その後、交換手を要しない新たな移動体電話システムとして開発された自動車、電話システムの応用や電話料金、 プリペイドカード、テレホンカードの登場により、テレホンカード専用とすることで、列車電話の小型化が可能となり、新幹線以外でも1980年代後半から徐々に列車電話の設置が増加していった。国鉄民営化以降に登場した JR の新型特急車両以外にも、国鉄時代に製造された既存の特急車両に対しても設置され、また JR 以外でも、 私鉄の有料特急にも設置が進んだ。特急型車両以外でも、阪急6300系電車を皮切りに、京阪3000系電車、京阪8000系電車、JR 東海311系電車、住宅、都市整備公団9100系電車といった、特別料金不要の通勤系車両、近郊系車両にも設置された。1991年には、 第二世代移動通信システムの PDC 方式が制定され、1993年に NTT ドコモにより実用化された。800MHz 帯の PDC を列車電話に用い、JR の在来線特急列車を中心に設置された。その後、1990年代後半にかけて、携帯電話などの移動体通信の普及が列車電話にも及んだ。 しかし2000年代以降は携帯電話の普及により、該当の公衆電話と同様に利用者が減少したこともあり、徐々に列車電話が撤去され出した。また、新生の特急系車両であっても当初から電話を設置していない車両も登場し出した。その後2012年3月31日のムーバーサービス終了に伴い、PDC を利用した。 列車電話のサービス提供ができなくなることから、同日をもって、在来線における列車電話サービスが終了。新幹線を除き、JR、私鉄のすべての列車電話が撤去された。なお、電波状況により電話が使用不能になる場合がある。東北新幹線の公衆電話東海道新幹線車内の公衆電話設置箇所上記の通り、年。 東海道新幹線に設置されたのが最初である。原理は戦術の151系と同じであり、1972年、新大阪駅から岡山駅まで部分開業した山陽新幹線にも、同様の公衆電話が設置された。この方式では、沿線の基地局を用いて通信している、関係上、百七十五年の山陽新幹線の博多駅前通じ、 通話可能だったのは沿線の13都府県のみに限られていた。その後1982年に東北新幹線及び上越新幹線が開業したが、この当時にはすでに一定の技術が確立していたため、全国通話が可能となった。電話機もダイヤル自動発信方式となり、黄色の電話機が設置された。1989年。 長らく交換手を介し、明治時代の自動電話以来の地印ン,ン式であった東海道及び山陽新幹線に緑のカード式公衆電話が登場する。また、在来線同様のアナログ通信の弱点であったトンネルや山岳地帯における通話ができないという欠点を解消すべく、同年東海道、山陽新幹線の線路沿線に LCX 同軸ケーブルが設置された。この LCX ケーブルは内部信号漏えい防止のためにシールドされているが、その間にある隙間から指向性電波を送受信しており、列車側にも指向性アンテナを設置することによって電波の送受信を実現した。これによりトンネルや山岳地帯といった 基地局からの電波が届きにくい場所でも安定した通信が行えるようになり、後に東北上越新幹線でも採用された。PDC 方式は列車から一般電話への一方向の通話であるが、この LCX のもう一つの特徴として双方向通信である点が挙げられる。これにより、公術の新幹線公衆受付サービス及び、 業務運行データの交換などの迅速化が図られた。2002年11月からは東北上越新幹線で2009年からは東海道山陽新幹線でそれぞれ通信速度向上を図ったデジタル LCX 回線に置き換えられ特に東海道新幹線では公衆無線ランを使用することが可能となった。後在来線同様 携帯電話の普及により使用頻度が減少したため一部の公衆電話が撤去され16両編成の列車ではそれまでの2両ごとの設置から4両ごとの設置とされた列車公衆電話の場合はほとんどが NTT コミュニケーションズの管轄であるが北陸新幹線に限りソフトバンクの管轄である秋田新幹線山形新幹線の在来線区間は 2012年3月31日までは NTT ドコモの管轄となっていたが、PDC の停波により在来線区間の利用が不可となった。九州新幹線の場合、開業当初はソフトバンクテレコム管轄であったが、2011年3月12日に博多駅まで全通し、山陽新幹線と直通したことにより、NTT コミュニケーションズ管轄へ移管された。 携帯電話の普及による列車公衆電話の利用頻度の減少及びトンネル内への基地局設置で携帯電話の通話不能区間が解消されたことから2021年6月30日をもってすべての新幹線における列車公衆電話サービスを終了することが発表された LCX の双方向性を活かし一般電話からオペレーターを経由して 列車側へと通話することができた。これを用いた NTT のサービスが列車着信通話である。一般電話から107番へかけ、オペレーターに列車番号と相手の名前を伝え一旦電話を切る。列車側では委託された客室販売員が相手を呼び出し、10分後にオペレーター側から電話を受けて通話する。 最終目的地到着10から15分前にかける必要がある。手数料は100円だった。なお、客室販売員が電話業務を行うため、車内販売を行っていない列車はこのサービスを利用することができない。また、NTT コミュニケーションズのサービスであったため、当時の日本テレコムに業務が食卓されていた、長野新幹線や九州新幹線、および、 在来線区間を走行中の山形新幹線、秋田新幹線への通話は不可能であった。サービス開始から1990年代前半までビジネス客の多い東海道新幹線を中心に走行中に電話着信呼び出し放送が多かった。しかし、携帯電話の普及により利用者数は減少し、末期には7 0 0系 e 1系のみの取り次ぎとなり、 2004年6月30日をもってサービスを終了した。バブルの頃は呼び出す相手がいないのに〇〇の様と車内でわざと連呼させて宣伝に悪用したから呼び出しが多発し乗客から苦情が出たため以後末期まで住所、氏名での呼び出しに限って呼び出しを受け付けるよう改めた。アムトラックのアムフリート客車の列車電話日本国外における 列車電話は高速鉄道を中心とした上等列車に設置されている場合が多い。ありがとうございます。